はい、光密着の最終日なんですけども、新橋に来てます。で、ちょっとね、女の子二人と飲む約束があるんで、これ最後はやっぱりこう、美女と酒を飲むという最高の終わり方していきたいなと思います。でもそもそも俺新橋来ること自体があんまないんで、雰囲気がめっちゃいいっすね。マジなんか飲み屋街っていう感じ。外から見てもなんか本当に楽しそうにお酒飲んでるとこ多くて、この雰囲気ちょっと混ぜてもらおうかなっていうことで、お店行っていきたいと思います。はい、やってきました。コバタンと、編集長です。編集長です。新橋に来るん二人とも。たまに来るん。コバタンが全部お店の調子とか。新橋に小走りっていうのが合わなすぎて、いやもうおっさんの小走りじゃなくて、ビビってるんですよ。ここに来るんやって、新橋の小走りはやばいよ。すごいな、ここ。ってことで、まあ、簡単に説明すると、アゲハの編集長やって、あとなんかグラビアとかもやってる百瀬ちゃんと、YouTuber の小走りちゃんです。すごい組み合わせです。まあ、これ正月以来ですね。確かに正月。正月以来、改めて飲みますか。はい、はい、何飲んでるの。今ビールと、ビール飲むっていうのおっさんすぎる。プレミアムゴルツでみたいな。なんかこうなんか中の人がおっさんだよ。マジでこう見た目と中の全然意識しないっていう。小走り新橋でビールを飲むってなんかちょっとヤフーニュースと上がりそうやもん。もろこしやんでしょ。ちなみに最近撮ったギャル×ネクストのやつをセッティングしてくれたのがこの編集長。編集長やねめちゃくちゃ若いです。その時編集長出てましたよ。なんか言っとった気がするけど。まあ成り立てぐらいで。何歳なの ?24 の代の23です。詳しいじゃん。今24。若いもんね、2人とも。じゃあ、お父さん。今日飲みまくろ。いや、全然触れてない。女の子2人と約束があるから新橋に来たみたいなぐらいのテンション感。視聴者からしたら何の回なのか全く分かってない。これ1週間密着の最終日やから、でも最終日にふさわしい。豪華すぎるよな、冷静に。やる気するじゃない。それの、アゲハンの人が、今度、小畑の。全然いけそうやん。アゲハの専属でいけるんだよ。ギャルではない。まあでも見た目はギャルやん。見た目ギャルじゃん。髪の毛の色でも世間はギャルって判断するんだよ。ギャルじゃない。まあまあ確かに中身が陰キャのおじさんっていうのがいいんだよ。見た目はギャルなんやけど陰キャのおじさんっていう中身のギャップがめっちゃ受け取るんだよ。お酒は強い。めっちゃ強いですよ。弱い。私弱い。俺も弱い。全然強くない。コバタン渋いな。コバシリちゃんってこんな渋いのってぐらい渋いな。結構ほんま酒飲みが食べるやつばっかりやもん。これもな、白子新橋に一人っていうのが意外すぎる。一人で来ることもあると思う。新橋一人とか一人で新橋来るすごいな。どういう気持ちで新橋訪れるの。一人で美味しいんですよ。あーまあ確かにうまそう。確かに美味しくない。安くてうまいイメージはある。2回目とかじゃない分からない。撮影したと思う。1回は新橋新橋って要はサラリーマンの聖地って言われてるから、確かに詳しいからなんか OL 感もあるよね。なんか OL ではなく会社員。趣味で YouTube やってますよ。趣味で YouTube やってたら当たっちゃいましたみたいな感出とるもんね。大体の人 YouTube 必死で頑張っとるけど、そんな感じないもんね。軽めにやっとるよ、イメージは。必死で。いや、出ます。これ一番好き。こういうのが一番好き。二人はめっちゃ仲いいよな。めっちゃ合ってる。でもなんかこう属性は違いそうやね。来てきた感じがさ、編集長はなんかちょっと昔なんか、チアダンスみたいな。めっちゃなんかすごい激しいやつやっとったよ。声出してそうやもん。声出してそう。なんか体育祭とかで声出してそう。めちゃくちゃ応援だ。小橋ちゃんはそういうのはもう全然もうおとなしくなんか旗振ってそうな。そう、そういう感じは。新橋の空気感めっちゃいいな。外から中見た時にめっちゃ楽しそうにみんな酒飲んどったからめっちゃいいなと思って。可能なのかな。可能なのかな。新橋降りそうにないもん。あれどう？そういう係ない。あれどう？そういう入れてくれるんだよ。そういうサービスしたここの店。優秀やな。本気やな。はしごだけしようとしてる。普段こう3軒はしごとかするんですよ。すごいな。新橋を小走りと出会ったら衝撃すごくない。偽物だと思うやん。さすがになんか新橋感がなさすぎて。確かにあんま新橋にいるそうなのに YouTube 見てるの。いやでも全然気づかれたよ外で。俺多分聞かれた。知名度上がったな。知らない人いないんじゃないですか。 YouTube 見とったらでも小走りだからみんな知っとると思うけどな。 YouTube で私は20歳から24歳同じ世代
時代ぐらいで、なんか大人のイメージで。確かに、それはそうだ。え、男性女性ってどっちが多いんですか？意外とそうか。50% ぐらいか。50-50ぐらいで。この前、ギャルの服ギャル相性めっちゃいいかもしれない。で、単純に見た目の相性もいいと思う。金髪やん。だからギャル派手やん。っていうのもあるし、ギャルって俺とかにも遠慮せずにブイブイ言うから、それが結構受けるっていうか、相性めっちゃいい。おもろいし。友達って感じですか？ギャルすごい。ギャルとの絡みとかあるの？対照的なイメージある。ひめちゃんとかも、ひめちゃんギャルじゃないけど、ひめちゃんもなんか相性良いって感じ、うん、なんか勝手にギャルだと言ってるから、そもそも。なるほど。だからなんか意外と、女番長みたいな、女番長みたいな、編集長にコンビになる時点で、こういう立ち位置になったから、チキンの百瀬っていう。嬉しいです。嬉しい。ちょっと強い感じ出とるもんな。ちょっとやんわりとしたイメージも出てますね。敏腕マネージャー感あるもんね。会った時22と思えないぐらいいろいろ考えてきて。あ、確かにな。俺も出会っとくから小説道読んどる雰囲気出しとって、なんか哲学的ななんかその哲学者みたいなことを言い出して俺初めてされた時結構覚えてないけど、めっちゃなんかこう哲学的なことを好むタイプというか、精神年齢が若くない、全く47歳ぐらいの嬉しいのかな。若さゼロやったもん。いやいや、それぐらい大人びそうってことだよ。人生経験豊富みたいな。2回ぐらいおじさんに振り回されたみたいな経験ありみたいな。しかもおじさんに。そう、おじさんにな。この前の時とかアニメの話とかしました。あー、だね。決まった最高です。確かに。全然見ない。いや、あれもあれ、オープニングだけ見たいって。俺もアニメを見るっていう習慣がほんまになくて。なんか気づいたら違うの見とったから。てか俺、このアニメまず見れへんわ。でも1年ぐらい前やろ、ね、正月やから、うん、今年始まって3日目ぐらいに、だから一番最初に会った人1人や2人や今年の、そう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 、でも俺あの日の記憶ほぼないねん。何しゃべったか覚えてなくて、でもなんかすごい楽しかった、なんかお面買ったの覚えとって、キツネみたいな。それぐらいしか記憶ないから、何話したかも覚えてないわ。サイコパスも今言われて思い出した。だいぶ緩かったね。緩すぎる。でも、それがなんか小走りがいいなと思ってたんで。小走りさんってあんまコラボせえへん。それがだからこうコラボするっていうので、ビビるような視聴者としても。確かに確かに、そう、意外性。もうちょっとマイルドなとこ行けばいいのにって思うよ。なんでこんな毒の強い人とコラボするんやろ。しかも新橋で、そう、ちょっと攻めすぎやん。実際楽しいからな、こういうところが一番。今日だからほんまだから毎日連れてくるか迷ったんやけど、邪魔になるなって思って。え、毎日小橋ちゃん、牛じゃなかったんや。そうそうそう、そう、そう、一番可愛いと思ってるの誰ですかね、小橋ちゃん。連れてこまる。兄弟やから、冷静にさ、兄がおるさ、しんどくない、現場に。もう今は慣れたけど、邪魔になるから、あとこの席の狭さやったら、おらんくてよかったな。すいませんやん、新橋は YouTube 撮るための店ではないから、この狭さがいいと思う。あんま見たら、浅草もあるんか、見とか。あります、でもなんか結構もう行ってて、私は浅草、夜行ったことないけど、浅草何度か行ったの。なんかあんま痛くない。いや楽しいね、新橋もテンション上がるもん、こういうとこ行ったら。2軒目近くて、最初間違えて2軒目行ったもんね。こういうことが分かってんだって。行きつけの一つとかもっともっと値段安めのとこ行ってます。ちょっと高めのところ設定した。新橋に行くっていうのがなんかいいな。京都の旅行行って、銀杏とか。銀杏あるとこ。めっちゃ好きなイメージある。俺銀杏と馬刺しめっちゃハマっとって。銀杏ある？次の店。ここある銀杏。銀杏ありますよ。あります。はい。椎茸でかすぎんこれ。いただきます。うまっ。抜けた歯全部に椎茸が入っていった。4カ所の椎茸が。てか札幌コレクション出るんか。結構知り合い出るいっぱい。札幌コレクション。ももちゃんもひかるちゃんもあげます。アゲハのステージが開催できた時に来たら、アゲハの、うん、これアゲハね、やろう設定。なるほどなるほど、全然アゲハってズブズブの感じで行こうと思って。アゲハってさ、めっちゃ昔からあったやん。未だに残ったのすごくない？そこの編集長って。え、何で決まるの編集長って。ちなみにこの若さでさ、どこを見て編集長しようと思って。マクライドは若い方がいいんだと思うよ。確かに、女の子と仲良くできる。若い文化を女の子もだって仲良くしやすいしな、こんだけ若くて可愛かったら。アゲハで撮ってもおかしくないもんな。それは、たまちゃんとか見たことあると思うから。
姫ちゃん、すごくない？モデルなんですよね、顔ちっちゃいし。あとでも、やっぱ言ってもギャルな気がする。でも、小橋ちゃん、細すぎるのは嫌だよ。ミネフジコみたいなのを目指したってことだよ。要はあれってめっちゃむずいんやろ、あそこまで行くのって。あとお尻に肉つけるのって日本人めっちゃむずいって言うよ。こっちだけはつくんやろ。俺も太れへんから、どんだけ食べても太れへん。1日2食とか、めっちゃ見てる。全員友達やからプライベートもあるし、ちょっと寄ったらどうなる？2人はめっちゃ笑います。すぐ赤くなるけど、俺も顔赤くなる。顔赤くなる嫌じゃない？なんだよ。可愛くない？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 男性も可愛くない？じゃあ俺も可愛いかもしれない。可愛い要素は多いでしょ。お化け屋敷？嫌じゃない？好き。そうね、分かんない、分かる、何歳ですか、どうぞ分かる。行ったことある？苦手なの？じゃあ苦手やね。分かんない。お化けしたら絶対に驚かされるよ、分かっていくわけ。それが嫌や。宮沢さんともやったし、相馬さんとも使命が出た、脱落した。でもあれ男と行ったから分からんだけど、横が女の子だった場合はめっちゃ軽快に歩くと。誰と行くかが大事だ、結局は。来た、めっちゃ気になるんですよ。ハイボールって何なんですか？ウイスキーだ。コーラの要素ゼロ。一回飲んでもらって、コーラゼロじゃないですか？やばくない？下に降りてもここが全部ウイスキーで、ここがコーラじゃない？色と分かるじゃないですか。コーラの匂いせんかったんで、ちょっとしたわコーラ。でもなんかもう飲みたくはないもう正直テキーラとか飲むの？飲まされる。誰に飲まされる？あー、なるほどね。お酒飲むの？何で飲まないって言ったの？飲まないから。なるほどなるほど、ちょっと強くないから。ダーツうまい。いや結構やっとった、家にもある。めっちゃ昔やっとった俺、高校生の時めっちゃハマって、ラウンドワンとかにダーツしてやっとった。ダーツうまいとかっこいいやん。確かにかっこいい。一緒にやったことある？お、だからそうすごい。ないんですよね。残念じゃない？そうなの、めっちゃうまいんかなと思わせる空気出しなかった。毎週でも顔見せるんだったら、ダーツから行って、その次に行って、負けたら飲むみたいな、ちょっと乗りかかると思ったら、テキーラサンライズもちょっと飲んで、もし100の質問で、好きな飲み物ですが、テキーラサンライズですって言うとったら、ちょっとあれみたいな、もうちょっと違うこと言ってほしいなみたいになるもんね。強かったけど、多分気合あるよね。根性で飲んでこ、飲んでこない。分かる、なんかその限界超えとんやけど、飲んでくるみたいな感じで、ある。小橋ちゃんもそのレベルまで飲むことある？あります、あります。あるんや。すごいね、気合入っとるね。潰したよ。キャラチェンジした、もしかしたら。金橋のサラリーマン表してるのね。まあでも潰せるかな、逆に。弱い。弱くはないと思う。でもまあ、飲み慣れてはないから。テキーラサンライズ全部されてるけど、ちょっと俺も終わるから。どうなの？入れないんだよね。3軒目ぐらいからまだ回ってないでしょ。2軒目までギリギリ回して、3軒目からもう回ってない。1回で討伐しました。でもガチで潰れたことはあんまないと思う。1回だけある、潰れた。あの、泥酔旅行っていうやつやったのがあって、第1回は俺、相馬さんと最後まで生き残って、48時間ぐらい起きて飲み切ってた。第2回に、ラファさんが参加して、ラファさん、えぐぐらい強くて。俺ら強い人間が、ラファさん入れて、4人おって、小田家と俺と相馬さん結構強かったよ。で、それなりに飲めるんやけど、その3人 VS ラファエルってなって、さすがに、ラファさんきついと思うやん。そしたらあの人、ルールでカメラ回ってるとこ以外で、勝手にワイン1本飲み出したりとか、やばくない？戦いがあって、1対3人もかからず、ワイン1本飲み干して、多分クライナー1人で60本ぐらい。エグかったわね。ラファさんってめっちゃ飲み会行くんやけど、飲み会のメンバーの中では、ラファさん、下から2番目に弱いらしい。で、そうそうそう、マジでやばい。他のメンツやばい。負けるよ。もう勝ったら勝ったで、もうイメージダウンしつだいぶするやん。こんな強いんやみたいな、やばくない？ラファさん相手にさ、もういけないんですかって煽っとってやばくない？あ、確かに。コーラ頼んでこれ薄めていけばいい。無駄にしない。そう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 。したら乗り干すわ。え、なんかに負けた人と思ったじゃん、漫才で。いや、みんな嫌やと思う。だってさっきのさ、あのウイスキーの味がエグすぎたやん。じゃん、怖い。じゃあ、よく巻いていくわ。いや、全然いける。そうや。
確かに全然あ、ほんまいけるわいけるいけるいけるわ確かにあ、これがこれが本当のあれだよ分かってなかったあ、OK、2つ1つやめっちゃうまいコーラ強めめっちゃうまいマジで、でも摂取したアルコールの量はちゃんとあるからこれこれいくからでもな、実際飲めた方が楽しいの事実があって飲める人の方が羨ましいあと酔うの楽しい酔いたいカラオケ行きたくなる酔ったらなんか歌いたくなるいやなんで膨張があるの場面変わってきてカラオケカラオケ音切らなかったらめっちゃ切ないアカペラめっちゃシュールなカラオケ映像が流れるから多分それはもう使わないさすがにあるある歌も確かに歌っとる時間って動画でたまにあるよちょっと差し込ましてもらおうわそれ小橋読書でもやっぱ酔っとったら多分その恥ずかしさも消えると思う、うん、もう多分めっちゃ気持ちよさに終わったんだよ後半この動画の最後にラスト小橋に読書で最後閉まっていくんだよ、うん、なんかフェードアウトしてちょっと暗転していくんだよ歌っとってサビ終わったら暗転していってエンディング流れるみたいなやだけど、もしのお店なら聞ける、まあ、レアよレアデュエットデュエット知らんからと思ってディズニー作品一本も見たもんねディズニーがそもそもどれかが分かってる何がディズニーかいや、これほんまない宮崎駿作品はテレビで流れたことあるけどディズニーあんま記憶がないキャラコってめっちゃ可愛いなもうこれ見てこいつこのこいつの生き様見てこいつめっちゃ可愛くないどんな気持ちなんやろこいつってサンプルに置いてくれてここでお腹いっぱいにすぎて確かにここまあ序章も序章ラジオ体操最初らへんでも冷暖気からそこの気もついてるだいぶまだ時間もないから全然いいよ今日だって今日だってこれ集合したのが17時ぐらい俺ちょっと遅刻したんやけど全然だからまだまだ夜長い日が変わるまであとまだ5、6時間あるんいや日が変わるまで12時まで6時間ある全然余裕じゃない、なんなら12時から飲み始めることもあるぐらいでだから余裕じゃないだから明日も多分これ予定とかないと思う何時だか3時でも大丈夫俺も明日昼からや俺も明日昼以降だからそんな別に決まってないから当たったことありますあるでもその当たったのもめっちゃ微妙なエピソードがあって有名な某焼肉店にレペゼンツ級の DJ 社長と行ったことがあって社長がレバー好きやからって言ってレバー頼もうってなってレバーって焼かなくてでも社長がここのレバーは鮮度が違うんで生なんですよみたいな俺いつも生で食うんですよみたいな言うわけでやっぱその高級店やったからあそうなんやみたいないけるんやと思って店員さんは焼くの詰めるんですけどここのレバーは一味違うんで絶対大丈夫だよバクバク食ったわけ2、3人前頼んだでもうそんないけるんやって思うやん俺で俺2個食べたら食中毒だって死ぬほど腹下して1週間ぐらい腹痛みたいな社長はやっぱ違うかったものが体にウイルス買っとるから食中毒ならんって参考にしたらあかんねんじゃあ俺それ以来レバーをあんま食べなかっためっちゃハマってきたから怖くなって食中毒の腹痛ってめっちゃ痛くなったことない いややばいよねトイレから離れられんからでも美味しかったのめっちゃ美味しいけど、あの痛みを考えたら、まだまだいけるよ。量飲んでないから、量飲んだ方が赤くなる。足めっちゃ太い。足かも。お腹、お腹、お腹。お腹もつかないですか？でもね、お腹プニプニの方がいいって言われる時あるよ。かわいいみたいな。そんなに確かに。まあ実際も別に痩せとってもいいかも。服入らへんなるの嫌やわ。ハイブランドとかって細い。だからそれ入らへんなるのきついよ。ほら見て。一本飲み干したところだから半分飲んだところ。これ今もう。え？でも正直これ飲んだらわかるけど、多分終わるで。こいつほんまやばい。レモンサワーごときとかも言ったらあかんねん、くれたらあかんねん終わった初ハイボール飲み切った届けた今日という日は良かった新橋の夜長いからここからやもんだってここにおる店の人全員に行けに行くわけやもん俺はそうめっちゃ楽しそうやもん見とったらめっちゃ笑顔やもん顔真っ赤で、うん、いいな、うん、全然絡まれそうやけど、うん、うわ一気にいった次気まぐれ確かに気合いが一味違うかも違いますよほんでじゃあ1軒目これで終了で、はい、2軒目いきたいと思います
はい、1軒目出て次2軒目行こうと思ったんですけど、2軒目も小走りちゃんのチャンネルで撮ろうと思うので概要欄の方に貼ってるんで、2軒目見たい人はぜひそっち見てみてください。はい、見てください。見てください。僕の方ではあるかわかんない3軒目あればそっち撮ります。その頃には多分もう人格変わってるかもしれないですよ、全員の。そうですね、この新橋のここの場所におるのもいいな。でちょっと2軒目向かいたいと思います。小走りちゃんチャンネル飛んでください。でははしご酒3軒目です。はしご酒っていう企画になったんですね。2軒目はね小走りちゃんチャンネルで撮ったんで、はい、ぜひ見てください。お願いします、最後の奇跡の笑いが起きてます。はい、光さん覚醒したの。覚醒しましたね。ちょっとねでもだいぶ客乗ってきた。結構やばいですよ今。だここからが本番やからね。ちょっとそれが結構2人に1回行ってもらいたいなみたいなとこはありますよ、ね、でここやったら甘いになるから甘いのがいいのよ。1回テキかチャミ行った方がいいんですよ。ああチャミ行ったらいいかな。テキかチャミ。チャミっていい。ちょっと1回、はい、全然寄ってないまだ20%ぐらい。全然やん。20%は全然じゃん。だいぶ50%だいぶキャパあるな。でも楽しかった2軒目。じゃあ敵何。いやチャミするね。でもいい。じゃあチャミみんなとして敵でっていう手がありますよ。全然 1% ぐらいだったらいいよ俺、うん、ウェルカムテキーラね。一回金髪で今後コンビ組むみたいな結成のあれ。でもちょっと金髪じゃないですかこれな。え金髪することある？こっから先。あるよ。まあ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 。しばらくこの髪の毛色よ。これから結構変えますね。変える？何色に変えるの次？ネイビーの予定。ネイビー。ちょっと暗くなってちゃって。ネイビーってどういうこと？このGジャンの色と合わせるってことでしょ？ジージャンに合わせてくる。俺じゃあまさにGジャンキャラ。ジージャンキャラ。ジージャンカラーみたいなことだよね。うん、金髪が合うな。金髪ちょっとめっちゃ合うから。で金髪にして。あ金髪にしてくれたらデートしようよ。お金髪にした記念で。金髪記念。うん、で金髪にする約束的。約束的。あそうだ、テキーラをショットで握っと。ゴールドとアネフォはどうですか。ゴールドとアネフォは？アネフォドットシラニス。なんかヤバい方で。ヤバい方で。はいヤバい方で。アネフォで。ヤバめの方。ヤバい方ヤバめで。じゃあ。チャミスルをグラスだけ持ってくる。ないんですよね。あないですね。クライナーあります。クライナーございます。じゃあクライナーで10本ぐらいお願いします。1個フード頼んでもいいですか。あもちろんもちろん。サンマの塩焼きでできますか。はいございますよ。お願いします。できないかな。できないパターンね。このメミに買い取ってさ、いやできないですね今日は。今夜長いんでね。だまだ時間的に10時だいぶ、まあ、ここからじゃない。 だいぶだなみたいなところは。いやでもここから24時までシンデレラやから。でも 20% やからこっちは。今俺多分 40% ぐらい。でもこのモード入った時2人の混ぜるってモードもあるから。逃げのモードね。そうそう逃げのモモスね。絶対でも本当に編集長になる。編集長なんでやっぱ。確かに確かに。うまい。いやまだ言っていけるやろ。だっていやなんか結構だいぶ頭が来てるんですよ今日。弱いね。ウコン飲んだらウコン。ウコンでちょっとウコンでちょっと大変せんやん。ウコンじゃないんだけど、この肝臓の力っていう。肝臓の力ならない。渋っ。ほんと強い。鬼ほど渋いの持ってる。何錠飲むの。これ6錠飲む。6錠結構すごい味がするから。あ水で水で流し込む。リンゴジュースでいこうか。コバタンおすすめです。酒飲みの飲みます。大丈夫です。あ、飲む。やっぱ一応飲んどこうかなと思って。うわー、来てしまったー。結構量入ってる、しかも。なんか色濃い。うちも見るだけで結構。なんかやばい方やもんな。このテキーラの。アフォガードみたいな名前だっけ。アネフォーですね。1800って書いてあるんです。あー。じゃあいけるよ。じゃあ。飲みやすいと思う。飲みやすい。じゃあ。うわー、決まりました。決まりました。しかも全部この味ない。全部これ、イチジク？細長い。確かに細長。これ量一緒なんですか。量は一緒ですね。ただ言っていただける他の味を出すこともできるんで。あ、そうなんですね。はい。オッケーです。中でだ。イチジクね。リンゴジュースです、ね。ありがとう。リンゴジュース最高です。これがもう小さいな。私はじゃあ適当な香りにこのこれいっちゃいます。クライナーをね。いやこれですよ。それ。クライナーいかへんの。一旦二人で完売じゃないですか。だってこれからカップルの。これぐらい飲めるんじゃない。いや全然飲めますけど。じゃあボトルの。なんだろうこれ2本分ぐらいあるの。ボトルであるの。よろしくお願いします。ドカブです。これも待って面白すぎる。じゃあウェルカムテキーラで3軒目なんでね。さすがにちょっとこれが入れていかないと香水を満足させれないということで。じゃあ乾杯。くるわ。これはくる。すごい。ちょっと体熱くなった。一発いったな。こっからこれ3本飲んだら結構めっちゃありましたよね。結構な半分あったから。じゃあ先制攻撃でいこうかな。先にどうせ3本飲むんやから。確かに。そうさっき飲み干そうかなっていう。てか YouTuber の人ってクライナーなんかめっちゃ飲んでるイメージある。平等に行くとこういうことですか。
え、どういうこと、どういうこと。いや、なんか日本でみんなで乾杯のタイミングかなみたいな。どういうこと、どういうこと。これ見て、これ、これ、これ。そういった画角の外で。いや、これおかしいな、こいつ。いや、でも、みんな日本で。いや、みんな言うんだよ。俺まだもう一本残っとうから。3本になるから、俺しか。一旦飲んだら、このクライナーを。うん、確かに。え、しかもだって 20% なんやろ。20% です。じゃあ飲んだ方がいいや、率先して。俺 40% やで。だったらさ、俺も 40% でこんだけ飲んだから、今俺 60% ぐらい来とる。だから3で2で、2本はみんなで乾杯じゃないですか。いやいやいや、もうきつい。いっちゃいますか。お、偉い。いや、偉くないよ。俺、なすりつけられて。俺ほんま1本あったから、それ。飲ませるっていうのがやっぱ大事ですよ、この企画は。なるほどね。ファンもそれを求めてる。1週間のラストの、ね、ラストやな、最後、ね、酔いよりもヒカルさんの酔いを求めてますから、これぐらいで酔わんの、ね、ちょっと一旦飲んでもらっていい。俺もさっき一人で乾杯しようからさ。あれどうした。増えたかも。3本結構。うちはもうラストだから、ね、結構やん。あれでもラストだ、これラスト。うちもラストラストで、これ生かしてもらいます。やっぱラストだ、出してもらいます。俺3本目や、だって俺2本飲んどうから。まだ1本も飲んでない。1本だけ。1本飲んでなくない。1本も飲んでなくない。そうそう、飲んでもらっていい、マジで。今日助ける人いないから、ね、そう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 、いや、小走り天使扱いの人いないから。そう、もう天使守ってないから、もう今は違うよ。小走り扱ってやると思うと大間違いで。そう、ここはもうエミリン天地と同じラインに来とるから。そうエミリン天地の小走りっていう、もうそのライン来とるから。できますか、じゃあ。はい、乾杯。エイヒレとお味噌汁です。おー、いい。エイヒレ来ました。やってきました。エイヒレと味噌汁もここに。俺が食べそうやもんな。わかるよ、そのセットですみたいな感じで。わさびマヨって強いから。わさびしてるの。なんだっけ、一味マヨ、七味マヨ。エイヒレいただきます。大丈夫、言わなくて。ちょっとやっぱそれ言っといた方がいいんじゃないかな。エイヒレいただきます。やった。ポテトの下りマジやばい。まあ奇跡だよ。狙ってないから生まれたらあれやと思う。小橋チャンネル見ればこの下りがわかるから。そう、ぜひ見てほしい、それは。てかここカラオケやるやん、ここ。いいですね。じゃあ歌いましょうよ。桜読書。ここ3人で、ね。カラオケはもう最終手段やろ。寄ってからのあれやろ。確かに、もう。もしかもカメラ映さんでよくない、そこ別に。でも小橋読書は見たいけど、ね、うん、君が代とか歌ってるの見たくない。めっちゃ大きな声で、なんか国歌斉唱みたいなぐらいの感じで、結構声張ってほしい。結構声大きいですよ、歌ってる時。それ見たことある、これ顔の雰囲気入る。結構気持ちよさに歌うよな。いや、なんか、うん、なんかみたいな。結構大きい。確かにね、なんか帰り込むとこあるよね。やだ、進学校ば行きます。進学コバ、進学コバ、ドクターコバみたいな。でこのテンションやったらいけると思う、ノリ的にね。でもカメラ回っとる感じせんやん。これ多分動画で出た時にすごい後悔するでしょ。後悔っていくとちょっと恥ずかしい。ちょっと恥ずかしさは私。でも密着の中だから、うんうん、1週間のラストやから。そう、これが全てじゃないから。そう、うんうん、そう、もうなんかもうみんなもう見てないでも、逆にこれ、うんうん、勝率 2% とかやと思って全然大丈夫、うん、なるほどね。クライナーはあと1本だけ。あれ、あれ、もう一本。俺もないわ。もう3本もないわ。あ、でも1本あるんで。え、なんで、なんで、俺だけなんで4本飲まなかった。きついな、これきついな。結構売ってきたじゃん。もうちょっと一旦待たへん。えいちゃん頼む。ちょっとちょいちょいなんか最近マジのえいちゃん言っていい。結構売ったで、俺もう何パーぐらい。今結構下がりましたね。下がった。どういうこと、どういうこと。テキーラで下がる。意味わからない。どういう体の構造なの。一回テキーラ一人で行かせた方がいいって。確かに。何パーぐらい今。でも15とか20ぐらい。きつ、うん、一緒に飲みたくないわ、こういう人。しんどいわ、ほんまに。うちもちょっと今回行かせる。いや、マジ思わん。なんかその俺酔っとるのにさ、なんか逆に冷めてきたみたいな、うん、どうやって酔うんじゃん。もうだいぶ来た。俺ら2人来とるやん。やばい。百瀬ヒカルは来とるやん。ちょっとエイヒレ行かないときつい。15% ってきつない。え、だから1人テキーラ行ったら1人飲んだら、1人飲むの嫌な。いや、でもテキーラならこっちの方がマシです。クライナー、クライナー行くって追加する。何味がいい、クライナー。ゆずいな。ゆずいなね。味噌汁がちょっとなんか重いな。飲みましょうか。飲みたいだけだよね。飲みましょうかって。飲みましょうか。なんかボランティアみたいな感じで言われたけどな。単純に飲みたかっただけで。交換しましょうかとか。うん、確かにな。何ももらったいな。いいヒレやもんな。ゆずです。
ゆずけさんね。ゆずと同じ色のエヒレ食べますよ、こっちは。これもエヒレ担当でいかせてもらいます。でもだって15%でしょ、こっちだってもう90ぐらいよ。ポリマム75%。まだじゃない、上かな。うん、結構伸ばしてるの。いけるやろ絶対これ。確かにそれはいけそう。これはいける。シュッこういう感じなんだ。うん、やばこれこれ。見えた見えた。パタパタパタ。見てもらっていい？なんか見えない見えないな。靴脱ぎたい。靴脱ごう。靴脱ごう。足つぼマッサージしよう。自分で足めっちゃかゆい。足の裏めっちゃかゆい。どうしよう。足の裏めっちゃかゆい。エイヒレとメッセージ。はい、かしこまりました。かしこまりました。ちょっとちょいちょいなんか大丈夫かな。でも唇の色すごい。ちょっと色あせました。なんかワインレッド感ある。うん、でもそれ色はそうです。艶感。玉木浩二ね。玉木浩二意識した。玉木意識で。ちょっと色、うん、玉木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 玉行っていい？じゃあ、はい。あ、行きますか？乾杯。乾杯もしんどい。来ましたよ。赤ちゃん、サンマ。サンマさん来ました。でも絡みありますもんね。この間。奇跡的にね。うん、サンマさんテレビ呼んでくれよ。え、でもそれこそあの、サンマ御殿。サンマ御殿呼んでください。サンマ御殿最近若い層がいっぱいいたからね。それこそギャルとか。ゆうちゃみと一緒に出して。サンマちょっと手でさ、こういったん使って食べてほしい。一回の一回ましょうか。一回の一回。一回で見たい。その、サンマ直すかみで、ガンって一回見たい。上品ですよ、もう。すがい上品です。サンマ直づかみの前。あ、いいいいいい。一番これファンデーション塗るやつ似てない。ちょっとポンポンみたいな。詳しい。めっちゃ足遅そうやな。いや、意外と意外と。はい。運動神経いい。長距離だけは得意なんですよ。へえー。そうなの。体力あるタイプ。M なんですよ、一番。カミングアウトすごい。なんか、もう反応しがたかったんですよ。確かに。まあ、ド M 感はあるけど。なんか、辛いことが嬉しいタイプ。ああ、やばいタイプだよ。やばめない。なんか、長距離とかも。確かになんか、一人でさ、家でさ、傘差しそうじゃない。はい。寄ったらやっぱ楽しいな。うん。その、もう泣きそうになってね。なんかもう、ずっと涙目ない。もうずっと涙目です。で、本当に弱いんですよ。じゃあ何パー今。今、もう結構40%ぐらい。いきなりさ、どうした？いきなり。15%からどうした？笑いすぎて。笑いすぎてね。そこなんですね。さっきから隣にいると、ちょっとしたことに、ふぅ、耐えられない。拾うな、それ、拾うな。海の中の生物、何が一番なりたいですか？サメかな。クジラかサメ。大きいのじゃないから。マグロ。それかマグロ。死んじゃうじゃないですか、すぐ。マグロってすぐ死ぬ？まあ、止まったら死ぬ。そうなの。じゃあサメかな。サメで食べたい。いっぱい。小魚。何がいい？ジュゴンがいい。ジュゴン、ジュゴン、わかんない。ちょっとわからん。ジュゴンもわからん。マジで。ポケモンとして出てこない。ジュゴンって何？アザラシみたいな感じ？いや。何ジュゴンが？なんだろう。ノーノーと生きてる感じが。ああ、ちょっと呼びたいな。ちょいなんか。呼びたいな。いや、イカも入ってないですよね。いや、行ったらあんまり。ハレクラに行ったで。ハレクラに行こうよ、また今度。ハワイみたいな。行こうと。また今度。ハレクラに行こう。行ったことないけど。熱海行こうって言っとったやん、3人で。熱海行こうって。熱海はありやな。熱海は、熱海はありやな。確かに。熱海。うん。ちょっと待って。熱海行こうよ。行けますか。でも、ハレクラに気になるわ。ハレクラにめっちゃ良かったよ。ハワイ、マジハワイ。ハレクラに行きたい。マジハワイ。一番沖縄で高級なホテルみたいな。ねー。ハレクラに行こうよ、じゃあ。ハレクラにあり。え、行きません？マジ。いや、マジ行こうよ。行きたい。この感じです。行きます。行けます。行かせていただきます。お願いします。お願いします。ハレクラに一番高いホテル泊まろう、一回。100万とかあるんじゃん。泊まろう、一回。ハレクラに泊まってみた。すごいけど、でも俺からしたら、うん、男で女の子2人と泊まるって、それすごいことだよ。女の子2人と一致ってやっぱなくない？あんまないな。確かに。俺もないもん、YouTube 上で。でもこれがもう、レギュラーになるから。そうなんだ。これがレギュラーだから。やっ
ぱじゃあハレクラニ次、うん、あ全然いいシリーズ化ですね。ハレクラニに美女2人泊まってみた。ちょっとその時頼むね。じゃあ沖縄でオープンカー借りてレンタカー借りて、まあいいね、オープンカーでバーって行って最後ハレクラニに泊まるっていう。それちょっとメモっていい、うん、タイトルタイトルって俺首をかけて。タイトル。俺基本メモするタイトル。でもすぐ行きましたそれは。やばいもうなんかもう文字打てへんねん俺。沖縄に美女二人とお泊まりしでまたっていうなんかちょ文字が打てへんねんマジで。行きます行きます。これ行こう。この時には頑張ってムチムチにしてキルト。何これ水着？キル。あでも強いっすよ。水着でもね。したらいいもんな。うちはあのグラビアだからマスルだし、うん、でも小バタンに関してはあんまもう水着とかやってないから逆に引きあるし。やってくれるの水着。頑張りますよ。おそれすごいな。やっぱヒカルさんのためとなっちゃう、うん、確かになその頃に俺も脱げるようになっとくからですね。確かにでもちょっと時間かかるな。でもハレクラニってやっぱどれぐらいの時に行くのもいいやろ。せめて5月ぐらいじゃないですか。夏かもういいんかやっぱ。そしたらだいぶ遠いっすね。遠いな確かに、うん、半年後ぐらいやもんな5月って。風感はありますよ。ふうスノボ行くかとりあえず。スノボ行ったら行って。スノボ得意なの？ですね、まあ得意。行ったことないです。俺もスノボ初めて。骨折しそうスノボで。でもバズりそうなのか。ゲレンデ攻めてみた。なんか雪田ひかるさんってなんかいい。確かに男女も似合いそうだしスノボで。めっちゃ赤いで。本当に。やばいですよ。やばいやばい。ちょっとだけつまんでいい。これ。バウンディバウンディこれがバウンディこれがバウンディ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 これがバウンディです、うん、いやというわけで最終日飲みに飲みました、うん、やばい楽しかったです。4軒目はちょっともうカメラなしで行こうと思うのでこれにて終了です。ありがとうございました。寄った。でも全然まだ酔えない。まだあと 20% ぐらいは。もう80まで来た。うん。だいぶどれぐらい来てる今。俺結構もう90。結構本当無理です。90ぐらい来てる今俺。結構本当にもう。俺トイレ行った時に顔自分が赤すぎてちょっと恥ずかしちゃったもん。だいぶ赤い。だいぶ赤いな。耳とか。耳が本当に。耳なんかもう。本当にやばい。耳だけインフルエンザみたいに今。耳インフルエンザかかっとる今。方言方法。ドクドク。でもなんかやっぱ酔うと眠くなるわ。うん。眠気めっちゃ来てる。おかしくない。じゃあアップルさんで言った。うん。先輩のアップをアップペン。懐かしい。先輩のアップをアップペン。ジャスティンで流行ってるんですよ。うんうんうん。ポコ太郎だったっけ？ピコ。ピコ太郎か。アップペン。これ一応まだ取れてます。一応一応。一応アップペン。使ってください。It's a dream.